はい、タミヤブースやってまいりました。後藤壮太さん、こんにちは。タミヤの後藤です。よろしくお願いします。いやー、ホビーショーは初めて、ってかあのブースに立つのはね初めてです。いやー、あ、似合ってるね。ありがとうございます。多分みんなが一番気になってるであろう、はい、TA-08R、 この子ですね。現物が展示してあるということで、ちょっといろいろ詳しく聞いていきたいと思うんですが、はい、まずこれ TA-08 プロから2年半経ちまして、フル装備の専用品がついたって感じですね。そうですね、はい。まあ、既存のオプションに加えて新規のオプションパーツを数点割り込んだキットになっております。これやっぱり、まあ、普通の人もあれですけど、やっぱタミフラ、タミチャレユーザーの人はかなり気になってると思うんですが、はい、後藤さんはまだこれ運転はしてないの？テストで、まあ、自分の車両ではないんですが、走行の確認テストで走行しました。はい、まあ、どんな感じですか？1周目からですごい感動を覚える走りでした。そうか、08はね、やってるもんね。そうですね、08は自分で。違いが分かるということで、はい、まあまあやっぱこれ、やっぱこれですか、アッパーデッキ。そうですね、この車で見て分かる通り、やっぱり第一、もう一番よく目に見えるアッパーデッキが大きな効果があります。まあ、ついに着いたという感じですけど。そうですね、あのお客さんからもいつ着くの、いつ着くのってすごい言われてたと思うんですけど、そうですね、今回 R になってアッパーデッキが装備されました、はい、まさか2年半も待たされるとは思わなかったけどね。はい、まあ、でも待望のアッパーデッキがねついたということで、これアッパーデッキをつけるために何点か新規パーツが増えたって感じですね。そうですね、こちら見ていただくと分かりやすいと思うんですが、はい、アッパーデッキをつけるためにまずモーターマウントですね。はい、モーターマウントを新形状のモーターマウントを装備しております。はい、これに関しましてはアッパーデッキを上から止めるこのネジをつけるためのアッパーデッキポストをつけたモーターマウントになっております。はい、この部品が追加された新規のアッパーモーターマウントということですね。はい、それに加えて前後のバルクをとアッパーデッキをつなげるために今回アルミのアッパーアームマウントを前後に装着しております。はい、アルミ製ですね。これ結構分厚い感じですよね。そうですね、ね、まあ、そのつける位置とかは前回とは変更はなく、それに加えてアッパーデッキをつけるためようにちょっと段落ちたといいますか、あ、ここね、寄ってもらっていいと思うんですが、この辺ですね。おー、それに形状が変更されて、はい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 、そういうことね。いや、08プロにね、アッパーデッキつけた人いっぱいいるんだけど、はい、なかなかつける場所がねえなって感じ で、ね、結構無理やりやってる人とかもいたんだけど、うん、まあ、これだとすごくすっきりいい感じでついてる感じ、はい、もう本当になんか低くついて、もう 420X 感があるというか。そうですね、今日もいろんなお客さんに言われたんですけど、樹脂版の 420X ですよね、言われます。まあ、なのでここのアルミの新規パーツがついて、でアッパーデッキがこう一体型のこのやつがついてるんですね。はい、はい、そう、まあ、このアッパーデッキも 420X 同様にあのアッパーデッキの間をビスで止められるような、あ、ここね、ポールが空いてます。はい、ここね、はい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 、ここはあの下までポストは立ててるの？ネジだけなのかな？一応ネジだけで、ネジとワッシャー、あのナットで締め上げると剛性が上がるって感じで、はい、じゃあ、まあ、あとはその、あ、あとはこのベアリングのところか、ここ、ね、そうですね、はい、630のベアリングが入っていて、はい、これ長穴になってるんですよね。そうですね、長穴になってて動くようになってます。はい、あ、なんでロール方向はしなやかに動かすけど、ピッチングは固めるって方向のアッパーデッキ、まあ、この辺はもうハイエンドでもう一般的な技術がこっちにも降りてきたって感じですね。そうですね、 420X で良かったことをこちらの08にも生かして、今回はこのアッパーデッキが作られました。まあ、本当になんか420の上下 AM 版のミドルクラスって感じで。そうですね、見た目もすごいスマートでスッキリしててかっこいいと思います。だいぶかっこいいよね。いや、これで見るからに速そうだから、まあ、はや、まあ、速いよね。めちゃめちゃ良かった。まあ、これはやっぱタミチャレ、タミグラやってる人はもう買わざるを得ないってね。そうですね、いう話なので。いやー、であとはこのボディポストがカーボンのプレートと、あとアルミの台座というかポストした半分がアルミになったって感じ
ですね。そうですね。だいぶこれも剛性が出てます。そうね、まあ、これもちょっとね、あの樹脂で柔らかいって言われてるポイントだったので、まあ、なのでやっぱ08アプロをね2年みんなやってきて、あそこなんとかしてほしいなってのをみんな、まあ、耐えてやってたのが、うん、ほとんど全部これで解消したって感じですよね。そうですね。このリアのボディマウントに関しても08プロはこうボディポストをつなげるパーツが絶対に必須だったと思うんですが、でねはい、まあ、今回の 08R は僕的には個人的な理由と、はい、もうこのつなげるパーツなしでも、あもう十分剛性出てる、十分剛性がある。そうか、これ 2.5 ミリ厚のプレートなんだっけな。そうですね、はい、2.5 ミリのカーボンの板にアルミのポストが立っています。はい、じゃあ、まあこれが、R の専用新規パーツってことで、はい、まあまあ、多分これはすぐには買えないんだろうね、木と言われてもね。そうだと思います。まあ、これはちょっと、はいはい、そうか、まあ、なのでこれが欲しい人は、まあ、まずもうキットごと買った方が。そうですね、あの08自体もやっぱり2年発売して2年なので、はい、まあ、リフレッシュがてらにやっぱりここで R に乗り換えていただくのが個人的にはいいかなと思います。あのもうもろもろ新パーツも、あとはもうオプションもすごく入ってるんですよね、これね。そうですね、はい、もう駆動系もあとダブルカルデナであったりとか、後ろのユニバーの棒もすごい軽量のタイプの最新のものですね、入れてますので、もうすこのまま買っていただくとすぐにもうタミグラで上位を争えるマシンになると思います。なんかもう細かく見たら、あのもう本当にその辺も 420X レベルのパーツが細かいところまで全部入ってる感じ で、ね、はい、いやこれはやばいね、やばいです。これは絶対走るね、やばいです。そうか、まあ、なのであとはこのこれだけ高級オプションがてんこ盛りだと値段もまあまあだと思うんですが、まだそこは出てない。そうですね、発売時期と値段に関しては正式発表をお待ちくださいということで、あまだ今日はここでは明らかにならないということで、はい、まあ、タミヤさんのホームページなりで発表されるのを、はい、RC ライブかホームページ等で発表になると思いますのでお待ちください。まあちょっとこれはみんな待ってると思うんでね。そうですね、これはでもかっこいいから絶対売れるよな。いやあとは値段だな、ご時世的にもそこそこ高くはなりそうな気はするけど、いやちょっとこれは楽しみだね。あとはあれかな、クライマックスは後藤選手は出るのかな。まだそこはちょっと未定なんですが、なんとなく雰囲気的にはこれで出ることになりそうな気はするね。僕の予想として言っておきます。まだ全然僕は分かってないんで、まあ、河野さんが出るのか前住さんが出るのか後藤さんが出るのか分かんないですけど。そうですね、まだ分かんないんで楽しみにしてください。あ、じゃあまあクライマックスでも多分現場でこれは見れるとは思うので、うん、いやちょっとタミチャレ界隈もこれでまた熱くなりますね。そうですね、またさらに盛り上がると思います。いやまあちょっと僕の中京の周りもね、あの08でタミチャレガンガンやってる人めっちゃ多いので、うん、いやとりあえず出るまでみんな貯金だねこれ。そうですね楽しみにしてていただきます。そうですか、はい、まあ、じゃあ後藤さん 08R 説明はこのくらいでいいですかね。はい、じゃあざっくりついてるオプション軽く、これダンパーは SSBB になったんですよね。そうですね、 SSBB プラスというプラス、はい、あの純正は高騰がちょっと違ったり、リテーナーがそのプラスチックだったと、はい、いうところから変更されました。でサスマウントがもう全部アルミが装着されて、そうですね、 AA の XB、 あ、はいはい、でステアリング関係のクランクが全部アルミで、はい、サーボステーもアルミで、あとはサーボホーンもアルミなんだ ね。そうですね、ホーンもアルミになっております。はい、でまあ、あとはさっき、あ、カーボンダンパーステーの前後ね。はい、でまあ、あとはそのドライブシャフト系がダブルカルダンとリアのアルミ関係が全部ローフリクションとかハードコート系の、はい、そうですね。でフロントはダイレクトなカップが入っております。フロントスプールというかダイレクトカップリングが純正なんですね、はい、であとはそのアルミのジョイントもついてるという感じですね。はい、ね、アルミのジョイントも含まれてます。駆動系はもう 420X ですね。あ、そうだね、あ、そうか、センターブリーもアルミだから、はい、でハードコートのピニオンもついてて、で本当に 420X だね。そうですね、駆動系はもう全部 420X と同じ仕様になっております。いやもう本当にこれ買ったらマジでオプションはいらないね、もうここからはね全くいらないと思いますだね。まあお好みでスタビつけるかつけないかぐらいな感じで、まあ、タミチャレタイヤだとスタビはなくてもいいって人が多いから、うん、そこはお好みでって感じですね。はい、
じゃあまあこんな感じでね、まあオプションはこんな感じでまるっとついてるので、まあこれじゃあ来年がね、年末になるのか来年になるのか分かんないですけど、非常に楽しみにしてますんで、はい、じゃああの後藤さんのねレース活動も含めて楽しみにしてますんで、ありがとうございます。はい、もう言い残したことはありますか？言い残したことですか？はい、とりあえずこの1周目から感動する TA08R 楽しんでください。ああそうか、じゃあ僕らもね出るのを楽しみに待ってますんで、じゃあ後藤さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。